セル神戸が湘南ベルマーレに勝利、勝ち点3を積み上げて首位をキープした。試合を動かしたのは DF 初瀬良25の左足だった。前半21分、ゴール前中央約30メートルの距離で直接 FK を得た。これを左足で曲げて落とし、鋭いボールをゴール右上隅に決めた。狙いはあそこしかなかった。完璧だったと思います。両利きと言われる初瀬だが、もともとは右利き。元日本代表の MF 中村俊輔に憧れる一心で、左足のキックを特訓し、右足と同等の精度にまで高めた。今季はリーグ開幕からフルタイム出場を続けている。吉田高校監督、46、和作期との守備面の違いを評価。一番は守備のところ。去年は軽さがあったり、寄せきれなかったりしていた。映像を見せて話したことを実行してくれていると信頼を得て、成長を続けている。持ち前の高精度キックに、チームの規律ある守備の体現者にもなったサイドバックには、日本代表入りの期待も高まる。